一年8月23日、室町幕府将軍、足利義種を擁立する、細川高国、大内義沖と、前将軍、足利義住を擁立する、細川住元との間で起きた、幕府の政権と細川氏の家督をめぐる戦いである。応仁の乱の際に、船岡山をめぐって発生した戦いと区別するため、栄翔の船岡山の戦いともいう。 明王二年の明王の政変により、将軍足利義在を追放し、自身が擁立した、足利義澄の下で権力を誇った官僚、細川正元であるが、実施がいなかったため三人の養子を迎えたものの、後継をめぐり、養子同士三派での権力争いが発生した。英昇四年六月二十三日に住行派の重臣。 香西元長や薬師寺長忠らによって政元が暗殺、住本と側近の三好これ長も屋敷を襲われ、一旦、大海甲賀軍に逃走するが、国人の力を借りて、勢力を盛り返し、8月1日には、京都に進攻して、清の元長、長忠を討ち取り、翌2日には吉住に対して、細川氏の家督継承を承認させたが、これが内乱の幕開けとなった。 細川氏の混乱に乗じ、京都への復帰を計画した前将軍足利議員が、数王の戦国大名大内義雄を伴い上落を開始すると、これに、細川氏家督の奪取を企てた、細川高国が交うし、永正五年に挙兵、吉住は、大海の水口岡山城に、それを担ぐ住本、農長は、大海から最終的には、阿波へそれぞれに逃亡した。 戦いに勝利した議員は、吉種と改名して将軍に復職し、高国と大内義雄の連合政権が成立した。再起を図っていた、吉住、住本は、英章6年に復権を図ったものの敗北した。その後、英章8年に、機内の諸勢力を急合し、反撃に転じる。不快の合戦、ついで、足屋瓦の合戦に勝利して、 摂津国の鹿島城に入城、そのまま京都に受落して、これを奪還する。こうして、吉種たちを、一旦は、丹波に逃亡させた。しかし、吉種たちは、次第に勢力を盛り返し、京都に再度迫りつつあった。開戦の直前、吉住の養護者であった、大見国六角氏において内紛ら勃発。その結果、当主である、六角高頼が、 吉住法への寄りきを、あくまで主張する、守護大の居場所を抑えて吉種方に寝返り、それを知った名手である吉住が、失意のうちに病死するという大事件が起きたが、住本たちの責意は衰えず、住本法の細川政権を主張として、丹波と山城との要衝である、船岡山に陣取り防戦を試みた。しかし、 最国の国人領主の大半を動員した大内軍は兄弟であり、住本法の援軍として京都へ向かっていた赤松吉村は北摂津の伊丹城にて高国方の抵抗に遭遇して京都に入れず、住本法の切り札であった阿波細川、三好軍の機内上陸もなかった。京都を脱出した吉種高国。 吉沖は以前として二万を超える兵を維持していたのに、対して、京都に入った住本方は、細川政権の2000、細川元常の1000、山中ため順の3000の合わせて6000人であったと、される。大内軍を含んだ角国方が野衆を仕掛けると、政権は戦死するなど住本方は敗れ、京都は再び吉種の手に返した。 住本はこれ町に擁立され抵抗を続け、永昇17年に、機内に上陸して一時京都の回復に成功したが、当時院の戦いで、野町が高国の前に、敗し、結局没落して、同年に死去した。吉住の維持は、針間の赤松吉村と阿波の細川の持ちに託され、後の足利義春と足利義綱となる。一方で、勝者である。 大内義雄も長期間在京する間に、出雲の甘腰や秋武田市などが不穏な動きを見せ始め、さらに旗本の国人たちの違反が続出したので、英章15年に、須王に帰国し、以後勢力の回復に暴殺され再び上落する、ことなく、協力2年に病没した。残された高国は住本を撃破して、当主の座を強固にしたが、 やがて、吉種と対立し、大英元年に、吉種を追放し、足利義隅の子、吉春を次の将軍として擁立するものの、今度は、住本の子春元と対立し、大英七年に桂ツ川原の戦いに敗れて、自身が没落することになる。そして、協六四年の大物崩れの敗北で、再起の可能性もなくなり自害させられることになる。 吉種方の将としては、首相である高国と大内義雄のほか、能戸畠山市の畠山義元が中核であった。明王の政変以来の吉種の支持者である、河内畠山市の畠山久信も、当然吉種方であったと思われるが不明。吉岡の軍には、直進である、戸板広広し種や東沖ふさのほか、後に、 中国地方で敵味方に分かれ構想する国人領主である天子恒久、吉川国毛森京本、吉未来京などが参加していた。なお、大内水軍の将であった高谷武重が高国方の敗山兵を収容しつつ、堺を守ったことが重要であるとする見方もある。四国の軍勢を機内に上陸させるには、堺の確保は重要であるが、 水軍力を持たない細川政権では境を攻略することができず、あは細川家や三好の長方の水軍の支援があったとしてもこれを排除する力がなかったため四国からの援軍を得られなかった紀内の住本川は劣勢の下での戦いを強いられたとされる。吉住方の将としては首相である住本のほか細川政権、松田頼明など、 幕府の直進と言える人物が多い。大名としては、河内で久信と対立する、河内畠山氏の畠山義秀や張間の赤松、義村がいる。住本の実家である、阿波細川家と、その悲観である、三好これ長も、当然吉住方であったと思われるが、当時の住本の書状には、住本の祖父で、後見役であった。 細川茂行が次期尚早であるとして出陣を見合わせるように意見したと記されており、茂行と彼によって住本につけられた三好これ長は一連の上落戦そのものに消極的であり、彼らは出兵を見送ったと見られている。特に三好これ長は茂行の説得を聞かない住本に反発して出兵を拒否し、 さらに、吉種方と内通しているという情報まで、住本は、掴んでいたとされる。ところが、この合戦の直後に、細川茂之が病没、続いて、住本の兄である細川の持ちまで没すると、足利吉種や細川高には、すでに、吉種方に降伏した、細川昌春の息子、彦志郎に、泡を与える動きを見せ、 これをきっかけに住本との長は和解して、英章14年の三好軍の淡路信仰に繋がったと、する。なお、吉住方に参戦し自陣した、湯沢か内守るなる人物がいたことが分かっており、この人物が、畑山を集下の家臣である、湯沢巡左官に否定されることがあったが、この湯沢か入道院僧は、宗集家の守護大の湯沢おさの出家した姿である。 ありがとうございます。